はい、どうもゴルフ健康です。そうです。今日です。はい、今回はヘッド打ち比べです。ここにちょっと3つ同じヘッドカバーがあるんですが、うん、キャロウェイの1番目、ちょっとこれウエイト外しちゃってるけど、それ入れないといけないんだけど、うん、マックスエレス、ロフト9度。はい。はい、エピックスピードトリプルダイヤの LS8.5 度です。うん、エピックスピードの LD5 度です、うん、この3機種の打ち比べを、同一シャフト、ジアッタスの 5X45.5 インチで打っていきたいと思います。でこれまあロースピン対決というか、うん、まあ、マックス LS ロースピン、トリプルの LS ロースピン、まあ、5度はもうロースピンですよ、うん、なので、まあ、この3つを同じねシャフトで、でロフトは一応ね揃えられないので、うん、まあ、そのままの表示通りで9度 8.5 度、うんうん、5度で打ってみたいと思います、うん、はい、では見てもらいましょう。どうぞ。
はい、見てもらいましたが、まず、明らかな、ね、差が出てくるんですが、うん、MAX LS、うん、十分にロースピンです、うんうん、今回はヘッドスピードある程度同じぐらい52.3だったかな、ボールスピードで72.いくつとかそれぐらいの値で打ってたんだけど、十分にロースピン MAX LS でね、で球の打ち出しが結構高いです。うん、まあ普通にいいヘッドなんじゃないでしょうか、うん、もう今年一番のヘッドですね、うん、初速も出てましたし、この中では一番曲がらなかったですかね、僕の中では。でも捕まるんですよ、うん、この中では、うん、まあ、一番はロフトがやっぱあるっていうのと、自分的に僕はこっちの方がこう捕まえやすかったので、ヘッドサイズとかヘッド形状ちょっと違うので、うん、でトリプルちょっとねヘッドサイズが小さい 450cc で、まあロフトも 8.5 度で、サブゼロというか2つウエイトの位置があるんだけど、うん、これも打ち出しかなり高くて、これもまたロースピン、だけどねちょっと難しいから、うん、ちょっと捕まらない、僕の中ではね MAX LS よりも球がね若干フェードの球もあるし、でもフェードしてもそんなに吹かないっていうような感じ、うん、スピンはちょっと MAX LS より少ないかなと言った印象で、LD5 度、こいつはもうめちゃめちゃ曲がります、うん、あのね、なんでかっていうとやっぱり同じシャフトで、まあ、LD なのでドラゴンモデル、うん、48インチで5度前後使っていくっていうのを想定してると思うので、まあこの2機種と同じアッパー量というか同じ打ち方ではまず球が上がらない、あこうドロップフックとかも捕まらずにフェードしちゃうので、うんうん、結構ミスはもう多く出ます、うん、でまあいい球打てた時っていうのはもちろんアッパーで打たないといけないので、この2機種にもさらにアッパーで打って高弾道ロースピンは打てます。だけどめっちゃむずい、はっきり言ってね曲がる、これをラウンドでは使えない、うん、まあ、実際このヘッドスピードにもよるね、今回の 52.3 ではちょっともう全然ちょっとむずい、あっていうような感じがしましたね。でやっぱり飛距離は一発はロースピンで、アッパーでしっかり打てたら こいつの方がランがまず出る、うん、まあ割と球も上がりやすいのでキャリーも出るんですけど、一番やっぱりスピンが少ない、で衝突のエネルギーも結構5度なんで、こう正面に近いから衝突もまあまあ出ますと。でこのトリプルは値段が高いんですよ、うん、8万、うん、のほどはあるのというのが、うん、まあ初速性能としてもね印象的にはありますけど、クセレスは もちろんその若干捕まってスピン減るので、もう少しこう捕まり抑えれればいいかなという印象ですね、うん、これちょっと撮影後なんでもう先目にこう鉛とか貼っちゃってるけど撮影の時は鉛がもう普通に後ろのウエイトとかもついてた状態だったんで、うんうん、まあ、そんな感じですかね。やっぱり MAX LS の方が安心感がある。大きなヘッド。で、トリプルが若干ちっちゃい。このトリプルっていうのは分かる人は分かるっていう感じのヘッドなんじゃない？あのね、10.5 が人気らしいのよ。おぉ。8.5 ってもう特別なの。ああ、そうね。で、10.5 度でも、の方が多分優しさがあって捕まった時のロースピンの加減と球の打ち出しが一般の人にとってはすごくいいのかもしれないので、まあ、この LD に関してはもうもっと論外ですよドラコンで使いましょう、うん、まあ、46インチ規制になると、うん、相当このアッパーを安定して打てる人しか、うん、まあ、無理だろうねっていう、シャフトをちょっと選ばなきゃいけない、そうそういうのもあるしね、まあ、プラス2度できるはできるんですけど、うん、今回5度でっていうことだったので、うん、まあ、この中で同じヘッドスピードシャフトだとまあ MAX LS かなというところでした、うん、安定感とかね、まあ、トータル見るとね、うん、まあ、その次トリプル、うん、その次 LD と約束になりました、うん、はい、はい、ということでした。ありがとうございました。